おはようございます。ゆうへいです。さて本日もジョギングをしております。いや最近ね涼しいからめちゃめちゃ走りやすいですよね。やっぱり真夏が真夏でさクソ暑い時とはもう全然違う。まあ、こんだけ涼しいと走りやすいし、あのいつもよりもね長い距離走れそうですけども、ここでね油断しちゃいけないんですよね。長く走れそうだからといっていつもより頑張ってしまうとまたね関節が痛くなったりとかそういうことがあるから、もうね絶対無理しちゃいけないっていうのが運動する時の鉄則ですね。もうちょっとでもやりすぎたらもうどっか関節痛くなってまたしばらくね運動できないとかっていうことになりますので、まあそんな感じで、ただね今日もちょっと膝とかね若干痛かったんですけども、まあやんわりと走り始めてみました。やっぱいいもんですね運動するというのは。今1キロぐらい走りまして、だいたい3キロ目標にやってるんで、あと2キロ走ってまいりたいなと思います。ではお昼ご飯完成。アボカド丼と大根の味噌汁でございます。いただきます。いやお腹減った。このアボカドちょっとなんかいまいちやったんですね。アボカド自体が売れすぎてしまったのか、そもそもの剪定が悪かったのか、なんかね食べるところも少ないし、なんかぐちゃっとしちゃいましたね。黒いところがいっぱいあって気持ち悪いんで、そういうところは省きました。でもいい匂いがしてます。いただきます。うん、まあ味は美味しいですね。ごま油と醤油をねかけただけなんですけども、このアボカドにそれをまあご飯の上にのせただけなので、まあ美味しいですね。うん、はあ、うめえ。こう味噌汁とかね熱々のもんがあるといいっすよね。なんかホッとする。うん、ちなみに僕今日はね YouTube でライブ配信するんですよね。で、まあ、大体ね夜の8時からやるんですよ。で夜の8時から飲み食いライブということで、まあライブでね、まあ、飲んだり食べたりするわけなんですけども、その時までご飯食べてないんで、いつもね大体ねもうお腹ペコペコになっちゃうんですよね。夜8時っつったらまあ腹減りますよね。だから今日はねお昼ご飯を、遅めにしたんです。今1時45分です。今1時45分、なのでまあ8時までなんとかねまあ持たせることができるかなという感じですね。でさ、こういう風に言うと、まあそのわざわざね飲み食いライブじゃなくてもいいんじゃないっていうご意見などもあるかもしれないんですけども、まあ、確かにそれはそうなんですよね。ただなんか僕ねそのライブ配信するときに、まあ、緊張してたりとか、あと間が持たないんじゃないかなみたいな感じがしてて、何にもこう喋ることがなくなっちゃって点みたいな、そういう寂しいことになっても嫌だなと思って、まあ、飲み食いしてね間を持たすみたいな、そういう作戦でもあるんですよね。だからまあ飲み食いライブをまあ8時から結構やってるわけです。ただね、まあ、これもねちょっとワンパターン化してきてしまったので、ちょっとずつね変えていくのもありかなとは思います。だいたいまあ8時からやってるんですけども、8時から9時過ぎぐらいとかね。だけどその時間帯は忙しい人もいると思うんですよね。できればもうなんか例えば夜の12時ぐらいとかね、平日昼間とかね、そんなだったら参加できるのになっていう人もいたりとかするのかなと思って、まあ、ちょっといろいろとね時間を変えて試してみるのもありかなと思う今日この頃でございます。通常の動画もね、だいたい8時から出してるんですけども、そういうのもね、微妙に変えていくのもありですよね。いろんな時間帯で、ね、やってみて、いろいろ試してみるというのもね、やっていきたいなと思います。さて、それではですね、
ライブ配信の準備をねしたいなと思います。まあライブ配信の準備って何っていう話なんですけども、あの飲み食いライブなんで、まあ飲み物はビールを買ってあるからいいとして、食べ物なんですよね。でさ、食べ物がね結構ねいつも迷っちゃうんですよね。そのまあライブ配信だから、なんかこう普通にね食事をするとこうバクバクさ食べてたらね、なんか変だし、なんかそのまあ喋りにくいじゃないですか。だからこうパクッと食べて、なおかつね動画で見えた時に見栄えがええなと、そういうものがねいいなと思うわけですよね。だからそのお寿司がベストなんですけども、毎回お寿司っていうのも面白くないから、まあ、せっかくだからなんか作ろうということで毎回ねなんやかんや考えるわけです。で前回はお惣菜で買ってきた焼き鳥をね食べたんですよね。でまあそれは非常に楽でしたと。で今日はどうしようかってなった時に、あの鶏肉、これ鶏肉がですね、鶏のもも肉か、 100g88円、税込み、99円のやつがあの売ってましたので、これであの油淋鶏をねあの作ってみようかなと思います。ちょっとめんどくさいし、さらにあの普通の食事にはなってしまうんですけども、まあええかということで、今日はちょっと油淋鶏やっちゃおうかなと思います。最近ちょっとアジアンがね、アジアン料理に目覚めつつあるのでね、今日は油淋鶏早速やっていきます。というわけでね、いつもだったらこのビールプシュってやるんですけども、今日はちょっともうライブまで我慢ですね。我慢してもうとりあえず油淋鶏を作りたいと思います。ライブが始まる頃にはちょっと冷めちゃうかもしれませんが、まあまあまあね、仕方がないなという感じでございます。まずはですね、このお肉の分厚いところですね、分厚いところに切り込みを入れておきます。そうすることでちょっとその厚みがあるところでもね、あの火が通りやすいということのようです。こんな感じ、はい、こんな感じの鶏肉ですね。でこれに下味をつけときます。酒をねちょっとかけまして、タパタパタパ、こんなもんか。そして醤油もねちょっとかけて、お肉になじましときます。よいしょ、こんなんでなじむんでしょうか。まあ、なじむと信じて、あでも割といい感じに浸ってますね。うん、おいしそう、おいしそう。それでは次にタレ作りですね。タレ作り、まずはねネギを切り刻みます。僕のねネギの切り刻み方は、まずこんな風にしてスライスをします。スライスを作ると、こうね今現在ネギはスライスされた状態でございます。これをねこうざっくりこう縦にするんですよね。スライスをこのように縦にして、こんな感じですね、縦にして、んでこっちからこう刻んでいけば、かなりのねみじん切りになります。まあいずれにせよめんどくさいけどね。はい、ネギ OK、 なかなかええ感じで細かくなったんじゃないでしょうか。それではこれをねタッパに入れまして、生姜をねたっぷり入れたいんですけども、あんまりないので、なんとか、あららよしよしよし、全部入れてやりたいと思います。醤油を大さじ1、ごま油大さじ1、砂糖大さじ半分ぐらい。なんだかんだねちゃんとやってるようで、だんだんと適当になってきます。そしてお酢が大さじ 1.5 なので1とちょいって感じですね。はい、 OK。 あと最後に水を大さじ 1OK。 混ぜる。それではちょっとだけね、ちょっとだけ味見したいなと思います。これがね全然まずかったら話にならないで、では、うん、まあまあうまいかな。まあまあうまい。結構酸っぱいけど、
スーパー美味しい気がします。微妙にもうちょっと味濃くしたいよね。もうちょっと味濃くしたい場合はどうすればいいんでしょうか。醤油かな。ちょっと醤油をね足そうと思います。 OK。 そして今一度混ぜまして、水をもうちょっと少なめにしといた方が良かったのかもしれない。ではちょっと味見。うん、 OKOK。 まあこれでとりあえず OK にします。さあそれではこっち、さっきね一回裏返しといたんですけども、まあもうこのままね、このまま焼くだけでも美味しいやろなというような匂いがしてます。これはこれで、まあ醤油と酒だけなんですけどね、これはこれで美味しそうな匂いがしてる。まあなので、まあ、こっちにもそれなりに味ついてるし、まあ、このね、まあ、ソースも美味しいので、これはなかなかいい感じになるんじゃないでしょうか。さあそれでは片栗粉ですね。片栗粉を鶏肉にまぶしていく。食べ物はね、なぜかこうやって粉をまぶすことによって美味しそうに見えるんですよね。どういうわけだか。よし、どうこれ。はい、美味しそう、美味しそうな気がする。 OKOKOK。 さあそれでは最近ね、このボロボロになってきたフライパンに油ですね、このライフで買ったキャノーラオイルをちょっと多めに入れたいですね。こんなもんかな。油がね多分熱くなってきたかなという気がするので、鶏肉をね投入します。皮面、皮の面をね下にしてパリッとね焼き上げたい。ではいきます。おお、ちょっと油が跳ねたけど、はいはいはい、どうなるんやろうこれ。大丈夫かな。なかなかいい匂いはしてるけど、ちょっとだけ弱火にしようかな。今これマックスなんで、あちょちょちょ、なんか油が飛んでる。よし、中火、中火ぐらいでじっくりね揚げ焼きしたいと思います。どんな感じなんでしょうか。おお、危ない危ない危ない。一応ね3、4分ぐらいはねやったんですけど、おお、なんとなくきつね色になってる。裏返そうかなと思います。さあ上手に裏返すことができるんでしょうか。おお、よし、できた、できた。なんか地味にうまくいった。 OK。 めちゃめちゃええ感じ、いい色です。しかしこれ中まで火が通るの絶対難しいと思うから、もうしゃあないんで蓋をしてね、なんとか中まで火を通したいなと思います。よしよしよし、だいたいね3、4分ぐらい揚げ焼きにしました。揚げ焼きというかもうね蒸し焼き、もう蓋外したんですけども、蓋をしてね、蒸し揚げ焼きという感じにしました。でちょっと油を切りたいので、この、キッチンペーパーですね、キッチンペーパーの上に鶏肉を移動させると。おお、いや見てほら、裏側もこんなええ感じにできております。それでは切ってみるか。うん、一応ね中まで火は通ってますね。ギリ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 という感じですが、中までね火は通ってる感じがする。 OKOK。 あ、よかったよかった。おー、めちゃめちゃうまそうなんやけど、どうこれ。はい、見てください、これ切りたてのチキン、微妙に湯気がね立っているのが分かりますでしょうか。切り口はねちなみにこんな感じ、ほら、まあ、ちゃんとね火は通ってるでしょ。これだったらこれとかもね、なんか若干ほのかにね薄ピンクですけど、まあ、まあまあ大丈夫大丈夫。ほら、めちゃめちゃジューシー。これ片栗粉をねたっぷりかけてるんで、このパリッと感がもうたまらんすね。外パリで中ジューシー。いやこれ今すぐ食べたいけど我慢ですね。ライブまでねもうちょっと時間があるので、盛り付けしてね待ちたいなと思います。完成。どうこれ、
めちゃめちゃ美味しそうじゃない？これ。これ、油淋鶏。いや、これね、わざわざこの映えるかなと思って珍しくレタスを買ってきました。おー、今すぐ食べたい。今すぐ食べたいけども、今7時半ぐらいなんで、あと30分ぐらい、これでね、待ちたいなと思います。はい。というわけで、今回のライブ配信もね、一応無事に終わりました。まあね、なんでね、一応無事にっていう話なんですけども、ライブ配信ね、いつもさ、普通にこういう感じの横のね、画面でやるんですけども、今回なぜか縦画面になってしまったんですよね。なんでなんでしょうか。マジでわからん。普通にいつも通りにやったんですよ、ライブ配信。この今これを撮ってるね、スマホで iPhone なんですけども。で、いつも通りにやったらなぜか縦画面になってしまって、ほんで横画面にどうやったらいいのかわからないというね、なんとも情けない状況でございました。だから、まあ、この横画面じゃなくて、こう縦画面のショートみたいな縦画面にはなってしまったんですけれども、縦画面でライブをね、無事にやることができました。参加してくださった皆様、本当にね、ありがとうございます。またね、ライブやりますので、来ていただけると嬉しいです。そんなわけでね、油淋鶏食べたんですけどね、めちゃめちゃ美味しかった。もうその、味も美味しいし、もうボリューム感ね、このお腹の満足感も、なかなかね、いい感じでございました。そして、まあ今までね、その、ライブ配信でさ、こう食事するのもどうかなと思って、なんかこうパクッと食べれるもんが多かったんですけども、今回はその油淋鶏とご飯と、まあ味噌汁ということでやらさせてもらったんですけどもね、まあ食事ですよ、食事。なんですけども、油淋鶏なかなかええ感じでね、映える感じにすることができたから、皆さんね、なんか、豪華ですね、と言っていただけてね、まあ良かったかなと思います。やっぱり映えた感じのね、料理にするということが大切なのかなとも思いましたね。こう、パクッと食べれるという以上に、こう、見た目のね、映え感とかもね、やっぱ重要ですよね。はい。というわけで、今日はね、その縦画面は失敗だったんですけども、油淋鶏は、まあ、成功だったかなという感じがします。まあ、今後のね、この YouTube 活動、ライブ配信の、なんかこう、新たなね、一歩、今、新たな一歩ってほどではないですけれども、新たなちょっとこう、可能性がね、見えたかなという感じでございました。はい。そんな感じでね、このチャンネルでは僕の日常の動画をいろいろと上げております。僕ね、以前はドイツに住んでおりましたので、ドイツの動画を上げていました。そして3年ぐらい前になるんですけども、ドイツから日本に戻りましてですね、滋賀県の実家でニートしてました。そのニート時代の動画も上がっております。そして今現在は大阪で無職一人暮らしの動画を上げておりますので、このチャンネルのね、続きが気になる方はですね、ぜひ、他の動画も見ていただいて、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。